どうも、梶ヶ谷拓哉です。今回僕が紹介するのはですね、こちらです。これいつもですね、テレビ出演の時などに自己紹介に使わせていただいている家電製品アドバイザー資格、今回はこの資格についてご紹介したいと思います。この家電製品アドバイザー資格なんですけれども、10年前に取得をしまして、それから5年おきに一度更新をしまして、今2回更新をしている状態です。ちなみにですね、僕が取得した時はこれ第22回の試験なんですけれども、この時に合格しました。およそ10年ほど前なんですけれども、この時はですね、僕が働いてた家電量販店では持ってる人は多分僕一人だったんですね。そういう感じの試験だったんですけれども、それからですね、だいぶ取得者が増えまして、今では家電量販店でかなり多くの人が持っている資格になります。この試験はですね、家電好きな人はもちろんなんですけれども、家電業界自体はですね、公的な資格制度というのがほとんどありませんので、やっぱりそういう方にぜひ取っていただきたいというのもありますし、これからですね、こういう業界に関わるような仕事をするという学生の方にもですね、ぜひお勧めできる資格になります。こちらの資格はですね、専門的な知識も相当必要になりますので、持っていると家電製品の正確な知識を持っているという証明にもなります。資格取得の動機はなんですけれども、やっぱりですね、店頭で結構いろんな商品を売ることが私の場合は得意だったんですけれども、それよりもですね、やっぱ資格というしっかり形に残っているものを持っていた方がですね、お客さんに対してより正確な知識を持っているという証明にもなりますので、やっぱり自信があるというよりは、分かりやすい形になっているものがある方がより話に説得力が増しますので、そういうこともあって資格をまず取得しました。では資格を取得して良かったこと、役立ったことなんですけれども、やっぱりですね、資格を持ってるよ持ってないよという部分で言うと、持ってるだけで周りの方の見る目が全然違います。これはその資格制度そのものをですね、詳しく知ってる方じゃなくても、いや、そういう資格あるんだっていうぐらいの方でも、あ、その資格持ってるんだっていうので、かなり専門的な方として見てくれますので、すごい持ってるだけで簡単に自分の特徴を紹介できるっていうメリットがあります。で、それ以外にですね、僕の場合は今のメリットをですね、言ったらメディアに出るときに簡単に資格を持ってますよっていうだけで、外部に対してですね、情報発信できますので、やっぱそういう意味でも持っていて、別にそれを皆さんに見せることなくてもですね、首から下げてるだけでもちらっと見たときに、あ、この方結構詳しい方なんだみたいな感じでですね、周りが思ってくれるという部分がありますので、やっぱりただ詳しいという、知識量が同じだったとしてもですね、資格持ってる持ってないってだけでですね、周りの方の見る目がだいぶ変わりますので、やっぱり僕の場合は持っててよかったなというふうに思います。そして家電製品アドバイザーの資格試験についてご紹介したいと思うんですけれども、詳しい内容はこちらですね、家電製品協会認定センターのホームページを見ていただければと思いますけれども、まず概要を説明しますと、試験科目は3つありまして、 AV 情報家電、生活家電、 CS と関連法規の3つになります。各科目は55分になりまして、15問で200点満点となっております。すべての科目でおよそ得点率が 70% 以上で合格します。そしてですね、3つともすべて合格した方は私と同じように家電製品総合アドバイザーの資格が得られます。試験の受け方なんですけれども、僕が受けた時はですね、紙の試験問題にマークシートで答えるみたいな、そういう時代だったんですけれども、今ではですね、パソコンのガイダンスに従ってクリックして回答する方式に変わりました。本当時代が変わりましたね。コロナ禍以降ですね、今では CBT 方式という試験方式になりまして、これはですね、2週間の試験期間中で自分の都合のいい日時と希望の会場を選べるんですね。そしてこの会場は全都道府県になんと300箇所以上あるそうなので、これがですね、特に自分の日程には合わせやすいです。そしてですね、一度決めた日時と会場なんですけれども、3日前まででしたら変更が可能になりますので、万が一予定が入ってしまったという場合にも、試験期間中でしたら変更が可能になります。これによってですね、例えば自宅の近くだったりとかですね、職場の近くでちょっと抜けて試験を受けに行くなんてことも可能になります。しかもですね、会場ではほとんど会話することもないですし、少人数で3つも避けられますので、今の時代安心ですね。そして実はこの家電製品アドバイザーの資格なんですけれども、こちらですね、
エグゼクティブ等級というのもありますし、あとスマートマスター資格というのもありますので、ステップアップしていくことができる資格なんです。まずエグゼクティブ等級、こちらなんですけれども、一言で言うとワンランク上の家電製品アドバイザーになりまして、まあ、お客さん目線で言うとですね、最も信頼できるプロ人材の証というふうに言われています。こちらの資格なんですけれども、資格認定試験においてですね、200点満点中おおよそ 90% 以上を取得するとこの称号が得られます。初めて受験する人でもですね、この点数を取れれば初めからこの称号が得られます。またですね、僕みたいにすでに資格を持っているという人はですね、半分の受験料で何度でもチャレンジできます。これカード見てもらうと分かるんですけど、エグゼクティブ等級はですね、より高級感があって、こうなんかすごいスペシャルな感じがします。そしてもう一つのスマートマスター資格なんですけれども、こちらはですね、住まいと暮らしのスペシャリストとしてですね、2016年から始まった資格制度です。ちなみにですね、僕が家電量販店で働いた頃なんですけれども、まだこの資格制度はありませんでした。この資格はですね、スマートハウスのスペシャリストとして家の構造であったり性能に関する知識、そしてですね、家電製品から住宅設備、さらにはですね、エネルギーマネジメントまで消費者個々のニーズに合ったスマートハウス構築を支援する人材育成のための資格制度だそうです。まあ、分かりやすく言うとですね、お家のことなら何でも相談に乗れる人材、これがスマートマスターです。こちらの試験科目はですね、スマートハウスの基礎とスマートハウスを支える機器技術の基礎の2科目になります。私のようにですね、家電製品総合アドバイザー資格を持っていれば1科目が試験免除になりまして、スマートハウスの基礎の合格だけで資格を取得ができます。家電量販店の店頭などではですね、家電製品の販売だけではなくて、太陽光発電やですね、蓄電池、リフォームなど、お家を丸ごと相談できる対応力が求められています。で、逆にですね、住宅業界では家の知識だけではなくて、消費者のニーズに合った家電製品の提案が求められますので、お互いのですね、弱点を克服した人材というのがスマートマスターという資格になります。今回ご紹介した家電製品アドバイザーですが、合格のためのこちら公式テキストと、あと問題集もあります。僕の勉強方法なんですけれども、まずは参考書を読みます。で、参考書を読んだところをこう問題集で解いてみてですね、で問題集で、それが正解かどうかというよりもですね、その何択とかですね、こう出てきている中でこう分からないことがあったら、その分からないことについて、もう一度こう参考書に戻って、この意味を調べますというのを繰り返すとですね、この問題に正解したかどうかということじゃなくて、この問題に出てくる言葉全部がですね、理解できるようになりますので、そういうのを繰り返していくことによってですね、分からないところがどんどんなくなっていきまして、僕の場合はそれによって反復練習もできますし、正確な回答も分かりますので、よりこう勉強ができたなというイメージがあります。読み込んでいけばですね、かなりこう正確な知識も得られますし、合格にも近づくので、ぜひこれを使って合格を目指してください。最後に家電技術のプロフェッショナルとして家電製品エンジニア資格制度もあります。この資格にもですね、アドバイザー同様にエグゼクティブ等級が設けられています。電気店の方やメーカーサービスの方、修理技術に携わる方々のチャレンジをお待ちしています。ということで、今回は僕が持っている家電製品アドバイザーだけではなくてですね、スマートマスターや家電製品エンジニアについてもご紹介しました。ご興味ある方はですね、この動画の説明欄にリンクがありますので、そちらからチェックしていただければと思います。ではまた。